どうもありがとうございます。オンラインカップ面白いですか？ありがとうございます。まあね、ちょっと画像とかね、ちょっとまだちょっとズームなのでね、少し悪いんですけどね。ありがとうございます。頑張ります。さあ、ミドルです。大槻美穂選手。ナイス、ナイスミドル。ね、昨日ジャパンでね、戦った2人の対決ということで、戦ったっていうか、その試合に参加した。さあ、大槻美穂選手先行のゲームスタートでございます。後ろにね、ちゃんとレフリーが見て協力いただいてるんですが、さあ、大槻選手、こうリズムがね、素晴らしい。多分そうだと思います。ダーツバースティンガー。さあ、ここをキープですね。ナイスキープ。トリプル捉えてきます。さあ、大槻美穂選手。いやー、ここもしっかりとキープしていきます。こう縦ラインをね、こう広く狙って60キープしてくる。これ大事だと思います。スティールね、あまり経験がなくて、最近こうフィドダーツのリーグが始まってすごく盛り上がってきてるんですけど、本当にこう急がば回れみたいでね、60をガシガシ狙うこともいいんですけど、こう亀尾選手みたいにこう大きくね、広くこう縦ラインを狙うっていうのは大事だと思いますね。こう大きくこう縦を使う、ミスが少なくなりますよね。さあ、3投目トリプル捉えてきました。トリプル捉えて、もう1本。さあ、ここ100捉えれば、60捉えれば
上がり目が出るんですが、上がり目出せず。さあ、234。トリプル捉えて上がり目を出していきました。209残り。これで20で上がり目が出ます。164残り。まずね、スティールダーツ上がり目を出すことをまず意識してほしいですね。まあ、ここはまあいろんなところがある、いろんなアレンジがあるんですけどね。18とか20とか。20トリプル捉えてトップ14、ナイスアレンジ。こう亀尾選手、こう序盤少しずれてましたけど、アレンジ上がり目近くなるとミスが減りますよね。ハードを長くやってる選手の特徴ですね。いやー、ナイスキープ。さあ、20ダブル。いやー、うまい。1投目、亀尾選手がまず先行の、あ、ブレイクスタートですね。ブレイクスタート。あー、100打ってきます。ナイススタート。ブレイクスタートした亀尾選手、まず100取ってきました。あー、いい感じですね。20をしっかりと狙えてる感じになってきましたね、亀尾選手。さあ、ロースコアスタートの大槻選手、ここはしっかりと詰めていきたいですね。トリプル捉えてくる。そして100取ってきました。256残り。合ってきましたね、亀尾選手。大槻選手、少しこの横ずれがまだこう多くて安定してないですけど、まあもうそろそろね、安定させていかないといけないですね、この局面。あー、ナイスキープです。40.
196残り、亀尾選手、この20安定させたいですね。これで上がり目を作ってきます。151残り。トリプル捉えて100取って51残り、大きく亀尾選手がリード。さあここも上がり目は作れてません。亀尾選手はトップですよね。11か19か、19いったんですね。19いって残にチョイスしたんですよね。ということは12ですね。そして16ダブル。あー3投目21ダーツ、22、21ダーツと素晴らしいダーツで、亀尾選手が2回戦進出です。